こんな有料席とかもあるんですね。ああ、なんか見たことあるわ。YouTube の動画とかで。こういうの。で、そう。言っとった。我らが山田亮太選手は、週明けの11日から出場らしいですか。今週はお休みみたいですね。残念。しかも、つく予定らしいんでね。あ、そうなんや。なんや。えらい。遠くまで来てみたけど。まさかの地元の津協定で、出てるらしいんで、ちょっと気になりましたけど、でもやっぱあれですね、通気感がいいですね。私ね、こういうね、ちょっと知り尽く空気感がね、やっぱしね、YouTube ね、やってる君としてはね、そういうところでね、神経を鍛えるというのも、一つ、有効なのかもしれんなぁとは思いつつ。買い方も何もわからないんで。マークシートでなんか買えばいいみたいですけどね。まあ、気になってた選手もね、今日はあれだったんで。まあ、あとあれですね。様子見てね、行ってみようと思います。で、こっからはメトとね、公園行ってもいいですけど、もう天下茶屋の方ね、日のあるうちに行っといた方がいいですから。で、天下茶屋なんですけど、なんかね、今調べてみたら、どこだったっけ？岸の里だったかどっかまで、電車で行って、そっからも歩いた方の方が早いらしいです。調べたよ。ちゃんと今回調べたな。あれ？今ちゃんと調べたやつ。こっちは浜出じゃなくて、岸の里。岸の里に行きゃ、そこから10分ぐらいあるとは思ってくんで、下手に乗り換えるよ、そっちの方が早いらしいです。よし。じゃあ、君の声、早々に。チャイズプチで80周年記念記憶をやってたんだ。チャイズかも言ってましたね。じゃあこっちから寄ってみます。こっちで行こう。よし。さあ、入ろう。入ったー。すみのえ、やってますよ。そして、空番室で。危ない。のんき乗ってる場合じゃなかった。感じなかったわけでもないですよね。積の公園やから。今、停車中の列車はない。
スタミナしないといけないんだもん。はい。あー、ってなるね。あー、なるの。あー、まぶね。この三条。三条企業方式ですね。よし。よかった。あ、そうですね。できました。この、さらには。で、引き寄せてね。よいしょ。